皆さんこんにちは、幸です。今日はカルチャーショックの最後のステージと、あなたに今日からできる人助けについてお話しします。どうぞ最後までご覧ください。4つのステージはコロンビア大学の留学生専門の心理カウンセラーから直接アドバイスいただいたことです。それに私の経験を加えてお話ししていきます。まず初めて見てくださった方、ありがとうございます。グローバスケットはグローバルとバスケットを組み合わせた造語です。コロンビア大学大学院生から起業、非営利団体化、その解体まで、ニューヨーク生活31年から学んだこと、考えたことが詰め込まれた幸のバスケットです。この中身をアメリカの時事問題や教育問題に絡めて、生活目線の情報をシェアしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。さて、前回カルチャーショックの第3ステージは調和期、その国のことが長所も短所も両方理解できるようになって、自分の才能やエネルギーを完全に学業や仕事に注ぐことができるようになるとご説明しました。で、そしてこの時期にいる方は2つのミッションがあって、1つ目は第2ステージの増期にいる知り合い、ご友人を励ましてヘルプしてあげること、2つ目は客観的に2つの文化を評価した情報を発信して他の人々の役に立つことです。また第4ステージではこの2つ目の情報発信ができなくなるということも予告しました。ではその第4ステージですが、忘却です。自分が異文化にいることを忘れてしまうという心理です。で、こうなると外国にいても全てが日常生活の全く見慣れた風景となります。好きも嫌いも良さも悪さも忘れて、文化の違いとかまず考えなくなります。そうなると2つの文化を比較してどうのこうのっていうのは興味の中心ではなくなります。この忘却期の人々を何人か知っていますけれども、いずれもとても自然体で暮らしています。この写真は私のキューバ出身の友人夫婦とその仲間たちでパーティーを開いた時の写真です。音楽だったらサルサとかレゲエとかブッチャチャとか大好き で、パーティーではキューバの郷土料理をいつも出してくれますし、それに3世代の大きな家族で生活するっていう、そういう生活習慣はとても大事にしています。でもアメリカで暮らすことには自然で何の迷いもなく、母国と比較する必要のない話題や考えの中心にはならない、そういう状態です。さて、自分は平成元年から令和元年の今日までニューヨークで暮らしていますけれども、完全にこの第4ステージにいるかどうかって言ったらちょっとまだわからないこともあります。それぞれのステージをうろうろしてるかなって自分で思うこともありますが、まあまあ普段は何もその文化の違いとかっていうのを特に気にせずに生活してきてるかなと思います。このカルチャーショックの話は外国に行く予定のない方でもぜひ覚えていて人助けをしていただきたいと思います。で、ちょっと大げさに聞こえるかもですけれども、この人助けはあなたが日本国内にいながら国際理解を深めて日本の正しい国際評価のために貢献することになります。例えばホストファミリーになって留学生を迎えるという人もいるでしょう。で、会社の方針で毎年何人か海外の研修生を引き受けるっていう職場もあるでしょう。英語の教師として日本に来る方、仕事で日本に駐在する方、日本人と結婚して日本に住むようになった方、いろんな方が日本にいます。そういう人たちも日本で同じようにカルチャーショックを体験して4つのステージを、個人差はあります、それぞれに違いますけれども、4つのステージを進んでいくわけです。で、あなたは彼らが困っている時に適切なアドバイスをしてあげたり、気持ちに寄り添ってあげることができます。最初の恋愛期には実は何のアドバイスもいらないんですね。日本はいい国だね、食べ物は美味しいし、街は綺麗だし、人は親切だしって喜んでる人に、わざわざカルチャーショックの第一ステージだねっていうことはないんですね。水を差す必要は全然ありません。で、だからこういう時にはそう言ってもらって嬉しいよと答えていればいいんですね。で、そしてもっと日本を好きになるように一緒に日本の良いところを楽しんでください。で、次の増期、真逆になってネガティブになります。
何をやっても母国が良いと感じる、元気がなくなって黙りこくるようになる、周りの人とうまくいかない、母国に帰りたい、帰れないなどの不満の言葉を話すようになるかもしれません。さあ、あなたの出番です。カルチャーショックは4つあると聞いたよと話してください。で、そして今は嫌いになる時なんだけど、それは誰もが感じる順序だよ、自然な心の反応だよ、気を楽にしてたらいいよと言ってあげてください。もっと深い話が OK な相手だったらば、新しい土地や国で自分以外の全員と価値観が合わない時、自分が間違ってると言われているような気がする、自分の心情を否定されているような気がする、それに対して心が対抗するために今住んでる国を否定したり嫌いになったりするっていうところまで話してあげてもいいかもしれません。で、次は調和期だから楽になるっていう話だよってお伝えください。その人の心はスッと軽くなるでしょう。で、こんな話をしてくれる日本人はきっと周りにはあなた以外にいないはずです。で、そしてその方が日本と母国の文化の違いをバランスよく飲み込んで、大好きとか大嫌いとか大きな触れがなくなったら、その時こそ日本について母国の人に伝えてほしいって言ってください。ピンときた方も多いと思いますけれども、日本は何でも素晴らしい、ワオーとものすごく持ち上げたり、その真逆のことを SNS などで発信していることがよくあります。そういうのは見ててとっても面白いですし、へー、そんな風に感じるんだなって新鮮に思うことも多くあります。でも、いや、どっか感情的に偏ってるかなっていう気がする時もあります。あなたの友人や知り合いの外国人がもし調和期にいるのなら、日本がやたら面白いとかやたら変な習慣があるとかいうような情報発信じゃなくて、カルチャーショックの大きなズームレンズを外して事実や意見を発信してもらいましょう。母国にいる家族に話すというレベルで全然いいんです。で、それは長い目で見て日本の国際交流や国際認知にとても役に立つと思います。から持ってき方としてはですね、あ、すごい公平に2つの国を見ることができるね、そんな話をたくさんしてほしいなみたいなことを言ったら、あ、いいかもしれません。この動画が面白かったとポジティブに思ってくださったなら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。いいねもコメントも励みになります。ご視聴ありがとうございました。今日もどうぞ良い一日をお過ごしください。